謙虚は超えないでくださいということを申し上げてます。しっかり守っていただきたいと思います。今回のコロナは従来よりも強いと、だから関西があんなに大変になってるんで、首都圏でそれを繰り返したくないです。関西を例に出し、繰り返したくないと語気を強めた。午前8時半過ぎ、 JR 新橋駅前です。3度目の緊急事態宣言の発出から初めての平日の朝を迎えました。駅からは通勤客が職場へと向かっていきます。テレワークが呼びかけられている緊急事態宣言下の都内。いつもよりは人は減ってました。いやー、まあ、7割減って言ってるとは思うんですけど、なんかそこまで減ってないような気はします。同じく宣言2日目を迎えた大阪では、大阪南の道頓堀です。多くの人が集まるこの写真スポットも、今日は立ち止まる人の姿がほとんどありません。そして商店街の方に目を向けてみますと、普段であれば人とぶつからずに歩くのが難しいほど混み合う場所なんですが、今日はかなり人の数が少なくなっています。その一方で、この一角には人だかりができていますか。パチンコ店ですね。こちらのお店にも行列ができています。1000平方メートルを超えるパチンコ店に休業要請が出る中、営業を続ける店舗には平日の今日も行列が。午前10時になりました。続々とお店の中に入っていきます。100人近くはいるでしょうか。店の前に並んでいたお客さんが続々と店の中に入っていきます。さらにもう一箇所、街中でひときわ長い行列ができていた場所が。それはこちらもすごい行列になっていますが、こちらの皆さんは民間の PCR 検査を待つ人たちだということです。新規感染者数の高止まりが続く大阪では、予約がいらない民間の PCR 検査センターに多くの人が詰めかけているのだ。人と接触することもありますから、用心のためにこれだけ毎日増えて、1000人以上増えてるからね。症状はないんですけど、帰省するにあたって受けに来ました。変異株の拡大と医療の逼迫、危機の瀬戸際で始まった緊急事態宣言。しかし初日の